ウチナームーク松尾ファミリーが続いてやってきたのは、沖縄で唯一この場所にしかない遊び場があるんだ。沖縄で唯一、うん、だろう、県民にはおなじみ、ハエバル町のあのスポーツ施設。ありました、ね、皆さん分かりましたよね。分かるんだやっぱり、はい、ここしかないんだ。今は、ね、沖縄にあんのこんなの。そう、いいでしょ、ここ唯一沖縄にアイススケート場。アイススケート場うん、沖縄で唯一のアイススケートリンク。サザンヒルね。パパとママはおよそ10年ぶりのアイススケート。小春ちゃんにとっては初めて。転びたくないんですよ。パパが手本見せるもんか。ちょっと待てよ。この後パパが家族にアイススケートのお手本。もうダメじゃない。